演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらエーザイのブルーを毎日コラーゲン青汁を飲みたいと思います。コラーゲンショコラ、すごいですね。エーザイって確か大手の製薬メーカーがどっかでしたよね。どっかっていうあやふやな言い方ですけど、なのでこういう青汁とかも期待が持てそうですね。おっと、おお、なんか青汁って結構細長いパッケージに入ってるイメージがあるんですけど、これはこういう横長のイメージ、横長っていうか長方形の袋なんですね。はい、細長い長、もう長方形か、これも近づくと大きめの長方形なんですね。これはちょっと意外でしたね。それではこちら入れていきますね。ちょっとこれじゃ見えないか、まあ開けるのかかるんで、はい、でお水は80ミリほどでいいということですね。ではでもちょっと80ミリで半分でちょっと多めで100ミリほど入れますね。ではチャンネル登録よろしくお願いします。以上、火が拡大する前に、では飲みます。いただきます。最近の青汁に多い青臭さのない青汁ですね。これはいいや。いわゆる青汁の青臭さ、苦さは全くなくて、すっきりして味わえてとっても飲みやすかったです。これでコラーゲンとか美容にいい成分が取れるなら本当に嬉しいですね。あと、なんかここにいろいろフルーツが書いてありますね。このフルーツ単体でも味わいたい気もしますけど、それなかなか難しいんですよね。なのでこうして手軽に摂取することができるのは本当にいいと思います。というわけでこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ動画を拡散していただけると、他の動画も見ていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。